今回は、当時の3大将が見せた大将バリアが高難易度だったことに気づいた読者の反応集をご紹介します。それではどうぞ。前菜当時僕、大将バリアってなんだよ。今、なんで3人で何の合図もなく覇気をタイミングや流す量を合わせてバリアみたいに張れるの？怖っ。この武装色範囲でかすぎる。どれだけ鍛えたらその規模で身体の外に出せるんだよ。今なら腕の一部が黒色になっていたのかな？絵面がシュールだなと思ってたけど、やべえことやってたんだな。普通にかっこいいポーズだろ。俺、小学生の頃友達二人と真似してたぞ。このステージはマジにルフィには早すぎたんだよね。なんだよ、40巻経ってようやくルフィはできそうとか。その3人が息合わせないといけないレベルの攻撃してる。白ひげも大概だけどな。正直これをキサルとフジトラと翼竜でやれるビジョンが浮かばない。多分九山が大将辞めてから10年近く経ってると思うんだけど、未だに三大将って言われると真っ先に赤犬青キジキサルの3人が浮かんじゃうんだよな。海軍でずっと共に戦ってきた3人と2年前に入った新山じゃどうしてもね。悪い意味ではなく付き合いの長さはどうにもならん。フジトラ、翼竜はどうしても新大将ってくくりで見てしまうわ。頂上戦争の描写不足ってルフィからしたら知らない技術たくさんだから、わかんないようにしてるって自己解釈してるんだけど、そういうわけではないじゃないのかな。実際偉大なる航路編の内部破壊の覇気は変色すらしてないので、常時黒糖以外は、武装効果がハンターハンターのオーラみたく覇気使えない常人に見えるのか不明。というかボルサリーの九山杯は30年の付き合いだし、九山と杯決裂後の10日に及ぶ決闘の後は、杯でさえ九山に情けをかけたくらいだ。うっわ、そういうとこ好きだ。覇王色も使えてたら戦争の時に覇王化してそう。今見ると弾く覇気の類で間違いないだろうし、規模と飛ばした範囲すごいな。マグマの熱と冷え冷えの冷気で空気を膨張させうんぬん。だと思ってたな、小屋覇気だわ。それだとキザルは何してるんや。ピカピカ光ってる。エネルが雷になってバズーカを無効化したみたいに光るだけでめちゃくちゃエネルギー出してるのかなって。明らかにグラグラの衝撃波が半球状にそれてるから、その半球が三大将の覇気ってことだよな。今のところワンピース界最強の防御だと思ってる。攻撃最強はこれ。この三人ほんとかっこいいんだよな。バランスも取れてるし、絵面は今見てもシュール。三人がかりじゃないと止められないのか、とも思った。この三人の目の前に飛び出たルフィ、自殺行為どころの話じゃねえ。2年後でも生きてる保証ねえぞ。黒ひげ海賊団が万全で一味揃ってるのに赤犬とやり合うの嫌がるレベルだからな。当時はマジで理解できんかった。でも息ぴったりなの大好きだった。目に見えない力だからか、絵面がシュールに見えてネタにされていたけど、覇気の連動がルフィを通して比べると桁違いなのが書かれていてすごい。やってみたい。まず自分の他に二人用意して、なおかつその全員が覇気使えないとダメだぞ。三大将ってやっぱすげえなとわかるシーン好き。映画でゼファー先生が黒腕って呼ばれてたから、覇気使いは結構普通に黒くなるのに、覇気使えない人にはめっちゃ酷使ないとあの黒さ見えてないのかも。改めて見てもルフィには早すぎたステージ。今でも無理だろこれ。3人同時はさすがに、なでもキザルとタイマンで相打ちになるくらいに成長してるのは感慨深い。3大将の目の前とか今のルフィでも怪しいステージ。でも絵面はシュール。やはり下半身が棒立ちなのがいけない。九三大将はゼファー先生からも教えることがないと言わしめた傑物だったが、それならばとガープに指示を仰ぎに行った九山は、燃え上がる正義を掲げただけあって向上心の塊だったんだな当時は。ルフィ、ゾロ、ジンベイでもできるかな？これ触れない覇気じゃないの？ルフィ以外今でも無理やろ。なんかこれ止めたのすごいみたいに言われてるけど、これって白ひげが巨人を攻撃した時に、巨人に当たった後の余波が飛んできてるのを止めただけなんだよな。置いて、腹を貫かれて、なんとか攻撃した時の余波を防ぐのに、三大将三人力を合わせないといけなかったって、白ひげすごすぎじゃんってところなんじゃないのか。三人力を合わせたんじゃなくて自分一人で防げるけど、こいつらサボるかもしれんから俺がやるか。かもしれん。武装色の黒って覇気使えるやつには見えるものなの？触ればわかるんだろうけど、それとも読者がわかるように黒くしてるだけ？なんでシュールに見えるのと思ったら微妙に腕曲げて脱力してるように見えるから、三人横並びでクリスマスの飾り付けしているような格好に見えるからだこれ。あるいはパントマイムのようにも見える。ここから三人でぐにゃぐにゃ踊り出しそう。筋肉や骨の力より強い力を体内に生んで、それを体の外に出して維持するってよく考えたら何よりも悪魔の力だよな。今でも覇気設定追加されても理解できない。
触れなくても防げるとか、もう超能力の世界じゃん。本部を地形ごと反壊させるグラグラパンチを2発、うち1発頭、受けても戦線復帰。地割れの下は海なので、つまり気を失って海にも落ちていない。マルコとビスタのコンビネーションを、鬱陶しい、で済ます。クロコダイル含む白ひげ隊長総出と戦いながらクリエルを瞬殺。新世界を何十年も渡ってきたモビーディック含む艦隊を一度に沈める。赤犬がいるというだけで最悪の囚人仲間に入れたフルメンバーにもかかわらず黒ひげが逃げる。よく言われるけどルフィや四皇と比べても劣ってるとは思えない。あんな正義抱えて対象になってんだからそりゃ強かろうよ。実力もやばいけどそれ以上にタフネスが厄介な印象。もし主人公になったら物語が1年で終わるってオダッチが公言したくらいだからな。赤犬に限らず対象は本当に別格として描いてるだろうし。地面掘り進んで追ってきたタイミング見るに地割れの下に落ちて即復帰した臭いんだよな。何このスタミナお化け。アニメだと落ちてる途中で地面溶かしてモグラみたいにルフィの方へと掘り進めててタフすぎるだろと思った。これのすぐ後動けるのやばい。大抵はこの時点で引き肉になって終わりなのに。あのシーンセリフも相まってかっこよすぎてマジで好き。なので元帥という椅子に縛り付けて不自由にする必要があったんですね。でもいずれ元帥の肩書きなどもういらん、な勢いで大暴れしてほしい。今はもどかしいおじさんだしね。敵が艦隊だろうがなんだろうが流星火山ぶっ放すだけで壊滅させられるの反則だろ。戦争白ひげは弱体化の内容的に懸賞金25億レベルかな。赤犬も今のルフィにやや劣る程度の強さはありそう。読み直すとき猿や青キジがそんな強くなくて驚いた。白ひげ隊長を圧倒はできてないし今のルフィ相手にしたらルッチみたいになりそうだ。当たれば白ひげでさええぐり取られるバカ火力にグラパンも青キジの11日間の攻撃も、特に後遺症になってない耐久力世界最強の戦力で頭目務めてるだけあるわ。マグマを操れる能力者が弱いわけないよな。大将と七部会って今一どのくらいの位置づけなのか未だにわからないんだよな。最近の扱いだと四皇さえ警戒するような感じだけど、戦争編だと白ひげ一人に二大勢力全部集めても圧勝できないという謎のパワーバランス。七部会が大幹部止めて中将が幹部止めて、三大将で寄ってたかって四皇倒すみたいなのが理想なんだと思ってるわ。森屋様以外歩き控えめだったから、仮にミホークとハンコックが真面目に海軍に協力してたらその時点で白ひげ側にワンチャンもなくなりそう。まあそこは白ひげ海賊団が四皇の中でも特に飛び抜けて層が厚いとかっていうのも考えられるんじゃないかな。百獣の三代とマルコがほぼ同格で白ひげ海賊団の隊長たちに基本上下なしって考えると、白ひげ海賊団は大幹部クラスの人数がめちゃくちゃ多いって仮定もできるし、参加にも乗れん分けした元隊長いるだろうし、他にも多くの参加もいるしで戦力的な話なら今でも海賊側なら最上位だと思う。サイコさんな船員たちはロジャー海賊団ともやり合ってたわけだから年季や経験も違うよな。キングクイーン足止めできるマルコが少しも止められない時点でいろいろやばい。カイドウマムは別格だからあれだが、他の四皇にはギリギリ勝てそうな気もする。エース殺して大金星だしちゃんと仕事もできる。一括りに大将というより赤犬と青キジだけ四皇レベルで、他は牢やキッドくらいとかでもおかしくないからな。四皇は懸賞金20億が最低ラインっぽいから今見ると案外ハードルは低い。そういう意味だと対象は全員20億クラス超えてそうではあるんだけどね。ただその中でまた15億分の差があってもおかしくない気がする根拠は別にないんだが。